どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、休みの日にまたね、外でご飯作ろうと思ったんですけれども、朝からね雨やったんですけれどもね、なんとかかんとか晴れてきたんでやろうかなと思って今準備しました。晴れてる間にちゃちゃっとやって食べたいと思います。それじゃあいつものようにご飯メスティンで、じゃあしばらくこれでご飯炊けるまで置いときます。どうです、本日もご飯の時間がやってまいりました。さっきまでね、休みの日の昼ご飯を庭で食べるシリーズをね撮ろうと思ってたんですが、あいにくね天気悪くて雨降ってきちゃいました。なのでね、続きはいつも通りこのキッチンで作っていきたいと思います。今日作ろうと思ってたメニューは、外でも簡単に作れる肉巻きおにぎりを作ろうと思ってたんですが、ソースはね、カルディで買ってきた吉田ソーススパイシーを使って作りたいと思います。それでは続きはこちらからいつも通りいきます。ご飯キッチンへレッツゴー。はい、ご飯とかはね、もうさっきメスティンで炊いたんで、道具も使おうと思ってた、よいしょ、キャンプ用品をそのまま使って熱っ調理していきます。ここにね、ピザ用のチーズを少し混ぜます。でそこに、黒胡椒を少々振りかけます。そして混ぜます。それではね、よく混ざったらおにぎりを作っていきます。チーズがね、いい感じに溶けて、もうサランラップに巻いてくるんと巻いてあげてください。大きさはもうあのお好みで。こんな感じでちょっと大きさバラバラですけどできました。それでは豚バラ肉で巻いていきます。巻けるだけ巻いていきましょうか。結構買ってきたんで、お米が隠れるぐらいに。はい、あとはこれをね、吉田ソースで焼いていきます。それでは盛り付けていきましょう。はい、完成しました。今日はね、ちょっと外でやるつもりやったんで何も用意してないで、もうこのまま食べちゃいますね。それではいただきます。美味しそうですよ、めっちゃ。まあちょっと作りすぎたかな、またいただきます。大きかったかな、よいしょ。うまい。あっつ、中のチーズが溶けてめちゃくちゃ口の中攻めてきましたね。熱っ、熱っ、ね、攻めてきました。熱っ、まあ、けど美味しいです。は
い、本日はですねカルディで買った吉田ソースをスパイシー味を使った肉巻きおにぎりのご紹介でした。天気が良ければ外で作ってね食べれたんですけれども、あいにくの雨やったんで今回はいつも通りキッチンからお送りさせていただきました。今回も結構な時短料理でおにぎりを作って混ぜて肉を巻いて焼くだけとなっておりますので、時間のない時など皆様一度お試しください。はい、本日の料理役に立ちそうだったら高評価、また下のチャンネル登録、まだしてない方いらっしゃいましたら押していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の料理か Vlog キャンプ動画、次こそは外でやりたいですね。あ、晴れてきてる。でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッ。